何を考えていた。しっかり反省しなきゃダメよ。申し訳ございません。両名とも気が動転していたところで。何を言い訳じみたことをのたまうか。私がしっかり止められないばかりに。そうだな、先輩としての義務を果たせたとは言いが、お仕置きが必要かしらね。あ、そんな。そういうわけにはいかぬ。ねえ高尾、実際のところはみんな無事だったんだし、私いい加減しょげた島風ちゃんたちを見るのも疲れてきちゃったな。ほら、はっ。やれやれ、1時間もぶっ通しで説教を続けるやつがあるか。騒がしかったぞ加賀さん。かたじけない不甲斐ない新兵に対し。まあいい、心配ね。わからぬ、長門様や姉様も気にしている。後で調べるから共に来い。よい、お供するわね。